ネットを介して見知らぬ誰かと繋がり、ゲームの世界観を共有し楽しむことができるオンラインゲーム。ゲーム内で活躍する神プレイヤーほど、現実世界では時間やお金をゲームにつぎ込むダメ人間というのはよくある話である。今回はそんなネトゲ廃人でありながら、ゲームの世界に負けないほどのビッグドリームを掴んだアルスレミンのお話をご覧いただこう。特別面白い話じゃないと思うが話させてくれ。初めてそのネトゲをやったのは中3の時だった。ネトゲの名は廃人育成ゲームと悪名高いかの FF11。もともと自他共に認めるゲオタだった俺は親に頼み込んで機器を買ってもらい、発売日から1日遅れではあったが華々しくネトゲデビューした。当初こそすげえすげえと楽しんでいたが、今までの FF とは全く違うシステム。ネトゲだから当たり前なのだが、敵の強さ、全然上がらないレベル。これもネトゲだから当たり前だが、そしてお金のためづらさ、ネトゲだかいか役。そんなこんなですぐ飽きて他のオフゲーをやったりしていた。そして俺は中学を卒業して高校に進学する。勉強嫌いがたたって金さえ積めば誰でも入れるってぐらいのバカ高校に入った。もちろんドキュンが多かった。だが幸いなことに俺のコミュニケーション能力は割と高い方だったらしく、特にいじめられることもなく、1学期の終わり頃にはドキュンも含め大体の同級生とは友好的な関係を築けた。それでももともとオタク気質な俺が性質の合わないドキュンたちに付き合うのは面倒だった。そんなこんなで徐々に学校を休み出した。とはいえまだこの頃は1週間に1回程度というぐらいだった。そして学校は夏休みに突入した。満たされない学校生活から逃避するように、再び FF11 をプレイし始めたイッチ。だがレベルが高すぎる周囲のプレイヤーに萎縮し、ぼっちでモンスターを狩る日々が続く。2日ぐらいしてまた一人でチクチク雑魚モンスターを倒しているとチャットログにいつもとは違う紫色の文字が見えた。こんばんは、お暇でしたらパーティーやりませんか？ FF11 はパーティープレイをやりたいと思ったらパーティー参加希望マークを出してます。パーティーを作る人は参加希望者からレベルの合う人を選んで誘う。だけど人数が集まらない場合は希望を出していない人には手当たり次第に声をかけてみることがある。今回もそういう感じだった。ソロでのレベル上げに飽き飽きしていた俺はパーティーに参加することにした。参加するとすでに俺が6人目だった。基本的に FF11 は1パーティー6人。合流して1人じゃ絶対に倒せないモンスターたちを狩っていく。途中で気づいたが俺以外の5人はどうも仲間内のようだった。会話が弾むのでよくわからないが俺も積極的に会話に混ざった。パーティープレイは初めてというわけではなかったが、ここに来て FF11 で初めて楽しいと感じ始めた。ネトゲの醍醐味である他プレイヤーとのつながりに魅了されたイッチは、以降はチーム戦にのめり込む。地道にレベル上げに勤しんだ夏休みが終わり、一旦ゲームから遠のいたイッチだが、久々にログインした FF で運命の出会いを果たす。10月の終わり頃に久しぶりに FF11 にログインする。LS メンバーを見ると3人しかいなかった。前の時にパーティーを組んだ人が2人に知らない人が1人だった。前にパーティーを組んだ2人が誘ってくれた A さん、LS のリーダー。と姉御肌だから。そして知らない一人がリコ、亀井、という人だった。お久しぶりです。お、イッチくん久しぶり。おう、久しぶり。とりあえずの挨拶の後に A さんがリコさんの説明をしてくれた。最近初めてこの LS に入ったらしい。レベルは俺よりちょっと低かった。はじめまして、イッチです。よろしくね。はじめまして、リコです。正直レベル上げとかも面倒くさくて顔見せてしばらくしたら落ちようかと思っていたのが、そこで姉御がこんなことを言った。二人ともレベル近いな、一緒にレベル上げしたら？イッチくん前衛だし、リコさん後衛だからな。しばらく考えたが俺は承諾した。なんというか先輩風吹かす的な感情もあったんだと思う。割と残りのメンバーはすぐ集まった。かっこいいとこ見せるとかそんな感じで割とそのパーティーは頑張った。3から4時間くらいやって時間が深夜0時になる頃にパーティーは解散した。久しぶりのパーティー疲れるなぁとか話してると A さんと姉御は寝るわとログアウトした。そんで俺とリコさんが残った。ぽつりぽつりと会話をしているとリコさんも割とゲーム好きなようで話が弾んだ。その時リアルのリコさんの性別とか年齢とかが気になった。とはいえネトゲとかでリアルを詮索するのはいいことじゃないとは理解していたので聞かなかった。しばらくしてリコさんが寝るから落ちますというので俺も落ちることにした。また一緒に遊んでください。そう言われて俺は明日もログインしようと思った。頼りにされてる、とでも思ったのかどうかは思い出せないが少なくとも悪い気分ではなかったはずだ。翌日から俺とリコさんは一緒にレベル上げをするようになった。
だいたい夜の8時ぐらいにリコさんが入ってきてちょいちょいと会話しながら一緒にパーティーに誘われるのを待って、深夜0時ぐらいまでやって解散して1から2時まで話して落ちる。そんなライフスタイルが出来上がっていた。この頃になると俺はリコさんが落ちた後も金策をしたり合成をしたりとだんだんやることが増えていった。そう、いわゆる本格的にハマり出したのだ。朝方ぐらいまでやっているので当然のことながら午前中は眠く朝起きれない。だんだんと休む率が多くなっていった。とはいえ見栄というか体裁というものもあったのか、午前中や午後の早い時間などは FF11 はやらずにオフゲーなどで時間を潰していた。遅れても行くという考えは頭の中にこれっぽっちもなかった。親は共働きで俺が登校する前に仕事に行っていたので問題はなかった。まあ結構感づかれてただろうけどそこまで深刻には考えていなかったのか特に何も言わなかった。ちゃんと毎日行ってる週とかもあったし。さらに俺は空いた夕方や深夜の時間などを使って他のジョブのレベルを上げ始めた。リコさんのジョブは希望を出せばすぐに誘いが来るような人気職だった。しかしアタッカーは飽和状態で俺とセットだと誘われにくい。そんなわけで俺がパーティーに必要不可欠な盾役になればもっと誘われやすいだろうという魂胆だった。あとアタッカーをずっとパーティーやってるうちに下手な盾役を見てイライラすることが多かったこともあって、俺が盾役をやればもっと上手くやれるという自信も手伝ってのことだった。幸いにもこの頃には色々調整されて戦闘バランスも良くなっていたのでサクサク上がった。書いてて思ったがこの頃には立派にネトゲ中毒の域だ。やってない時もサイトとか色々見てたし。とにかくまあいつも俺とリコさんは一緒に行動してた。レベル上げだけじゃなく時間をかければ一人でできるようなクエストでもとにかく一緒。姉御とかからお前ら仲良すぎとか言われる。リアルでのリコさんがどうなのか全然わからなかったが悪い気もしなかった。レベルも上がってくると色々といけるようになる。俺とリコさんは A さんと姉御に連れられて色々やっていた。ずっと一緒に行動していたこともあり俺とリコさんはもはやシンクロ状態のような領域だった。欲しいと思った時に欲しいと思った魔法が飛んでくるのだ。もちろん、野良で組んだ人の中でそういう人もいたがリコさんだけは別格だった。やがてリコさんと組める程度に盾ジョブのレベルが上がった。それを教えるとリコさんは、いつ上げてたの?とか聞いてきた。それについてははぐらかして隙を見て、とか言った。ギルドに新加入したリコは、一致の二つ年上の18歳。もっと頼られたい。いいところを見せたい。という思いから、一致はより深くネトゲの世界にのめり込む。おなじみのギルドメンバーとなった一致とリコ、姉子は、毎日ログインしてはプレイや雑談を楽しみ、一致の生活の主軸もネトゲになっていた。2年には普通に進級できた。ああ、学校辞めてとか思っていたが実行することもなく、まだリアルは平穏だった。ある日ログインすると姉子が酔っ払っていた。リアルで飲んでヘベレケのようだった。時間が割と早いのでリコさんはまだ来ていなかった。この時間から飲んでる姉子は何者なんだろうとか思っていた。すると姉子がとんでもないことを言い出す。イッチさ、リコのこと好きなん?だいぶ酔ってますね。ああ、わかったわかった。話をそらそうとした今のでわかった。正直何を言い出すんだこの人はと思った。今リコさんがログインしてきたらどうしろと。しかしお構いなしに姉子は続けた。ネットでの恋愛を否定はしないけどさ。イッチはまだリコのこと何も知らんやん。18で、女。そんなん私だって知っとるわ。女というのは確証はなかったのだが姉子の反応では、女なんだなと思いほっとした。とりあえず住んでる場所やね。イッチまだ高校生だし遠いところは無理やろ。まあ、そっすね。聞いてみろ聞け。こんばんは。この時ほど焦ったことはなかった。聞かれていたらどうしていいのかわからなかった。しかし真実はわからないが幸か不幸か聞かれてはいなかったらしい。少し安心していると酔っ払いがまた爆弾を投下した。リコちゃんさ、どこ住んでるね?何ですか突然?今そういう話してたんよ。この時は姉をグッジョブと思った。同時に期待と不安でリアルの俺はそわそわしていた。ん?〇〇県ですが。奇跡かと思った、なんと同じ県だった。基本的に無神論者で都合のいい時だけ神頼みの俺がこの時神に感謝した。だけど県が同じでも俺の住んでる場所は県の端っこの方だった。端と端じゃあんまり意味がない。なので思い切って言ってみた。同じ県じゃん。え、一致さんも〇〇県?うん、え、〇〇県のどの辺?詳しく聞きたいところだったがあまり突っ込んで聞くのもどうかと思ったので抽象的にどの辺?とだけ聞くことにした。東の方かな、〇〇。その名前はとっても聞き覚えがあった。俺の住んでる場所から電車で20分ほどの場所だった。運命は自らで切り開くなんて言っていた中二病患者の俺もこれは運命かと思った。
頭が熱でいかれた俺はベラベラ喋り出した。ちけー、俺丸丸だよ。すご、近いね。しかし俺は度胸なしというか心の中にまだ若干の恐れがあったのか、それ以上の言葉は出なかった。合わない、とでも言おうとしていたのは間違いないが、今で言う直結中だとは思われたくなかった。いやすでに直結中だったのかもしれないが、あと一押し、あと一押しでいい。会ってみれば、とでも言ってくれ、姉子。しかし姉子は沈黙していた。そしてそれ以上会話が発展することもなく、普通にいつも通り二人で釣りして終わった。リコさんが落ちてしばらくすると姉子から反応があった。首痛え、寝てた。どちくしょう。リコとの距離を縮めたいと願いつつ、今一歩踏み出せないヘタレなイッチ。もどかしくも平和なゲーム世界の一方、リアルな世界ではイッチが現実から目をそらし続けたツケが回ってきた。そして FF11 内のワクテカとは裏腹にいよいよリアルに波風が立ち始めた。2年になり担任が変わったことにより俺が無断に休むと執拗に電話がかかってくるようになった。言ってなかったが寝ているのだから当然休むときは学校に連絡入れてなかった。担任、女、は異常にしつこく休み時間のたびに電話をかけてくる。とにかくイライラした、眠れなかった、しかし俺は意地でも出ようとしなかった。しかし困ったことに親が帰ってきても電話が鳴り響くのだ。そして俺の休みがかなり多いということは両親にバレた。だがまだそこまで怒られはしなかった。母親にあんたちゃんと学校行きなさいよとたしなめられる程度で済んだ。しかしもはやこの時リアルの学校などは面倒くさいだけだった。とにかく頭の中は FF11 一色でレベルのこと、装備のこと、金策、リコさん、エトセトラ、エトセトラ。レベルややってることはそこまで廃人ではないが、時間で言えば俺は完璧な廃人だった。もっとも上には上がいるので一般的に見て、だ。担任に対する不満もあってか俺はますます学校に行かなくなった。それでも友達とは割と仲が良かったので休日とかは遊びに行くことも普通にあった。もっとも遊んでる最中も考えてることは FF11 で今日は何するかなということだったが、RMT で稼ぐとか馬鹿げたことを本気で考えたりもしていた。今考えると本当に馬鹿だ。もともと細身だったが体重もバキバキ落ちていった。しかしもはやそんなことはどうでもよかった。さてリアルの方はというとなかなかにひどい状態だった。テストですらサボるので追試確定、ノートは提出しないので授業点がない。とりあえず追試は受けて、ノートは悪い、1000円やるから俺の代わりにノート書き写してくれと友達に頼んでいた。と、かなりのクソ野郎状態になり下がっていた。それでも書き写しとけよと一方的に言うドキュンと違って報酬はちゃんと払う的な意味で悪い感情は持たれてはいなかったが、綱渡りだがそれでギリギリだがなんとかなっていた。しかしどうにもできないのは出席日数という問題だった。だが俺は本当にバカで進級できなきゃやめりゃいいだろと考えていた。しかしいよいよ両親も危機感を持ってきたらしい。俺は親父に殴られたり、蹴られたりした。ある日めんどくさい授業もなかった日に学校に行って帰ってくると PS2 が部屋から消えていた。姉子たちと約束があった俺はブチ切れて廊下の鏡を素手で叩き割った。手が切れていたかった。母親に向かって、俺は今日はちゃんと学校行ったんだよ。なのに隠すとはどういう要件だ。と詰め寄った。めんどくさそうに PS2 の場所を教えてくれた。隠したのは父親だとは分かってた。うちの父親はよくこういう手法に出る。母親は正直言うとめんどくさかったんだと思う、板挟みが。俺は両親とあんまり関わろうとはしなくなっていた。家族でちゃんと話ができるのは妹ぐらいだった。自業自得にも関わらず両親や教師と衝突し、ますますネトゲによりどころを求めるイッチ。だが嫌いな担任教師が変わったことで登校回数は増え、成績も安定して無事3年に進級できた。ネトゲ廃人脱却かに思われたイッチだったが、新しい担任との関係がうまくいかず、再び不登校生活に舞い戻ってしまう。リアルが元に戻ると FF11 のプレイ時間も元に戻った。もうこの時期は見栄とか体裁とかどうでもよくなって、普通の平日の昼間からでもログインしてレベル上げや金策に勤しんでいた。そしてこの時いよいよ俺は禁断の扉を開いてしまった。HNMLS、とっても強いモンスターを倒すことを目的とした LS、への加入だ。まあ基本的にこの手の LS は緊急時のみの着用なわけで、目的のモンスターが湧いた時など、あまり深くは考えなかったがレアアイテムが欲しかった俺は誘われるがままに加入した。ちゃんとしたところはちゃんとしてるらしいが何も考えずに入ったこの HNMLS は最悪だった。もっともその頃は最悪などと思わずに普通だと思っていたんだが、まず緊急の時に連絡するからと言われて携帯番号を教えてと言ってきて、もはや脳髄が腐っていたのか普通に教えた。朝の5時頃携帯が鳴り響いて飛び起きたりする。今はいたよ。
うちらが取ったから急いできて、とか言われて急いでログインしてみんなの場所に向かって討伐したり、6時間ぐらい同じ場所でボタンを押し続けて湧いたらすぐにキープする当番があったり、でレアアイテムは欲しいものが被ったら古参優先、いやこれはまだわからなくもないが被らなくても古参優先って何よ。まあそれでもその頃の俺はずっと続けて古参にならいいんだとか思ってたけどさ。HNMLS。これは当時最強クラスの敵、ハイレベルノートリアスモンスターを倒す目的で結成されたギルドである。一致はこのガチ集団に加入したことで、リコやアネゴのギルドを留守にすることが増える。ガチ勢たちと討伐に勤しむ殺伐とした日々の中、アネゴからリコが寂しがっていると聞き、一致の中でリコへの淡い恋心が再燃する。その日はリコさんと何かのモンスターを倒しに行っていた。リコさんがそのモンスターが落とす装備を欲しがったからだ。しばらく延々と目的のモンスターが湧くまで狩りを続けた。まあ金策がてらということで他愛もない話をしながらのんびりとやっていた。その空気と、前のアネゴたちとの会話に触発されたのか俺は言ってしまった。そういえば、リコさんと俺の住んでる場所近かったよね？うん、そうだったね。会ってみない？一瞬我に帰りそうになったが、別に断られたら断られたらでどうでもいいやと思っていた。とはいえ内心はやっぱり希望を抱いていたんだろう。発言の後に心拍数が跳ね上がった気がした。そしてリコさんからの返答が拷問のように長く感じた。思わずコントローラーを床に置いて返答を待った。告白して返事待ちのようなドッキドキ状態を味わってチャットログが流れた。いいよ。頭の中で天使が鐘を乱出した。思わずガッツポーズをした。狩りを続けながらいつ会うかとか決めた。幸い夏休みだし俺はいつでも全く問題はなかった。日曜日に会うことになった、俺がリコさんの方へ行くってことで。まあそんな感じで不安でたまらなかったことはあっという間に喜びに変化した。その後も狩りを続けたが目的のモンスターは出てこず結局リコさんは落ちる時間になった。リコさんが落ちた後俺は一人で3時間ぐらい頑張って、なんとか目的のアイテムをゲットしてリコさんに送っておいた。リコがネカマだったら、ドブスだったら、という不安がよぎったものの、ようやくリコに会える喜びに胸を弾ませるイッチ。そして迎えたデート当日、イッチは精一杯のおしゃれをして待ち合わせの駅でリコの到着を待つ。一応どんな格好で行くかとかは伝えておいたが先にそれっぽい人を見かけた。取り立て可愛いわけでもないがブスでもないような子が携帯をいじって誰かを待ってるようだった。あれっぽいな、あの子に違いない。俺の超直感がそう告げて俺はその子に近寄った。そんでドキドキを抑えながら意を決して聞いたんだ。リコさんですか？え？違います。違った。紛らわしいです。超直感だとかどうとか言ってたくせに見事に人違い。アホか俺は、とか思いながら一人でうなだれていた。すると声をかけられたんだ。イッチさんですか？え、はい。FF11 内での名前で呼ばれて顔を上げる。顔を上げた瞬間、何が起こったのかわからなかった。目の前には抜群に可愛い子がいた。ガチで可愛かった。なんというかインドア派っていう雰囲気は滲み出てたが本当に可愛かった。こんな可愛い子がネトゲとかやってるなんてどんな天変地異？とか思った。しばらく呆然としていた。口も開いてたと思う。それを見てちょっとリコさんが不安そうな顔をしたから慌てて我に帰ったんだ。リコさん？はい。こうして俺とリコさんはついにリアルで遭遇した。俺もかなり緊張していたがリコさんはもっと緊張しているみたいだった。とりあえずさっき思いっきり人違いして知らない人に話しかけたことを言ってみると、リコさんは笑ってくれた。ハートがキュンってなった。その後話しながら近くのショッピングモールに行った。ただ話してるだけでも全然良かったんだけどね。話すことはたくさんあったし予想をはるかに超える可愛さってのもあって、俺のテンションはうなぎ登りでとんでもなく饒舌になっていた。そんな俺を見てリコさんはゲーム内と全然変わらないねって笑ってくれた。そしてますますテンションが上がった。頭の中にはバーニングボルケーノという単語がぐるぐる回っていた。饒舌美少女のリコとのデートを経て、ますます思いを募らせるイッチ。だがヘタレなイッチは一歩踏み出すことができず、ゲーム上はギルドの良きパートナーとしての関係が続く。リコへの恋心に浮き足立つイッチだったが、残酷な現実が迫りつつあった。リアルは高校3年の2学期。相変わらず学校にはほとんど行かない。この頃担任も諦め気味なのか若干電話の頻度が落ちていた気もする。だが行かないわけにも行かなくなったのは2学期も中盤に差し掛かったあたりだった。このままじゃ卒業できないと言われた。普段はそういう話になると逃げていた俺だがこの時ばかりは逃がしてもらえなかった。そして今更ながら俺は危機感を持った。ここまで来た以上、辞めるのはもったいないと思っていたのもあり、素直に俺は聞き入れて投稿するようになった。人間やる気さえあればなんとかなるものなのか。
俺はリコさんたちの元々の LS の活動に加え HNMLS の活動もこなし、かつ学校に登校するという状況になった。もちろん慢性的な寝不足に陥り学校では常に寝ていた気がする。この頃、FF11 の方に目立った動きはなかった。平和なもんだった。そしてどちらにも波風は立たないまま俺は見事に高校を卒業した。正直進路なんか全く考えていなかったが専門学校に入学した。奨学金を借りてな。火事場のバカ力で、なんとか高校卒業と専門学校への進学を果たした一致。だが、奴は心底ダメ人間であった。専門学校の教師と馬が合わないことを理由に、またしても不登校へと陥る。高校の時は我慢できていたが今度はそうはいかなかった。夏に、俺は専門学校を中退した。親とは相当対立した。父親には殴り蹴り飛ばされた。だが俺はこの時、初めて父親に反撃した。親子喧嘩、といえば聞こえは良いんだが俺は小さな頃から父親に好感は持っていなかった。故に知らない人が見たら警察呼んでもおかしくないんじゃないかというハードなバトルに発展した。対照的に母親は何も言わなかった。行きたくないなら、しょうがないよなと、笑って言ってくれた。少し申し訳ないとは思った。誰にも迷惑をかけない、後で俺が被る不利益に俺は文句を言わない、とかなんとか考えていた、俺はつくづく大バカだった。奨学金、その金の重さは俺のような大バカにはわからなかった。そして辞めた後、俺はバイトをすることもなく完全なニートと化した。すべての制限が解き放たれた俺はもはや悪鬼のごとく。といった風にはならなかった。完全に24時間暇になったことで逆に時間を持て余すようになってしまった。ただ24時間暇な俺はお手伝いとしては有用だったようで、あちらこちらから引っ張りだこな勢いだった。もはや軽いネトゲ廃人じゃ済まなくなってるぞ。ネトゲやったことないんだけど本当にこれが軽度なの？重度はペットボトルで酔いを足すとかもいるらしい。そしてこの時、なんでだったかは忘れたがリコさんの住んでる場所に用事があった。何かを買うのにリコさんと一緒に行ったショッピングモールに行こうと思ったかなんかだった。というわけでせっかくなのでまた会えないかなと誘ってみた。すんなりオッケーされて嬉しかった。二度目だし不安はまるでなくてあるのはドキドキだけだった。前と違ったのは平日だったということぐらいか、別にニートの俺には問題なかった。今度はアドレスぐらい聞こうと心に誓った。そして2回目のデート当日、前回より自然体で買い物やゲーセンデートを楽しむ一致とリコ。直接会うのは2度目だが、ネトゲ上で長い時間を共有した2人。帰りの電車を待つ駅のホームにて、一致はリコに思いを告げようと勇気を振り絞った。リコさん。ん？長い間。そして俺は口を開いた。付き合えないかな、俺たち。言った、言っちまったよこのバカ。お前自分の今の状況見ろよニートじゃねえか。しかも何ちょっとカッコつけて言ってるの、バカじゃない、本当にバカじゃない。しかし言ってしまった以上後には引けないだろうよ。俺は返事を待った、心臓はドキドキを通り越してドキドキ。そして返答は。ごめん、考えさせて。まだ電車来るまで10分ぐらいある。無理。この空気無理。そっか。それだけつぶやいて思い沈黙。考えさせてということはまんざらでもないのかと。いつも通り楽観的に考えろよ俺。しかしこの時ばかりは楽観的に考えることもできずに頭の中にいろんな未来がぐるぐる回っていた。やがて電車が来たので俺は半ば放心状態のままホームに向かおうとした。だが俺は過度のプレッシャーで脳内配線がショートしたのか突然振り向いてこう言った。またね。リコさんはちょっとびっくりしていたが少しはにかんで。またね。と返してくれた。そして俺は放心状態で電車に乗り込んだ。そういえばなんで告白までしたのにアドレス聞いてないんだよバカか俺は。リコからの返事を待つ間も FF へのログインは欠かさない一致だったが、心ここにあらずで討伐やレベル上げは手につかなかった。一向にログインしてこないリコに不安が募るが、リコを信じて待てという姉子のアドバイスに従った。一週間ぐらい待つとリコさんがログインしてきた。姉子が気を利かしたのかはたまたタイミングが良かったのか LS を付け替えて俺とリコさんの二人っきりにしてくれた。あのね。あ、うん。リコさんもドキドキしてるんだろう。長い間がそれを物語っていた。俺はドキドキしていたが。あの日ね、嬉しかったんだ。マジで？何これ俺の栄光の未来が見えた？平日だったのに何も聞かないで触れずに普通に接してくれたのが。え、そこなの？まあちょっと長くなるのではしょるわけだが、要するにリコさんもニートだったわけでね。親になんやかんやと言われるのが嫌で部屋に引きこもり気味だったりして、そんなんで誰とも接しないから劣等感がどうとかこうとか。知らなかったとはいえ普通に接してくれたのが嬉しかったんだとよ。それでとりあえずバイトすることにしたんだ。うん。
一体どういう関係があるのかよくわからなかったが素直に相槌を打った。それで、私でよかったら。頭の中でたくさんの俺が全裸で走り回った。ジェイアンと俺がおめでとうと俺に花束をくれた。ありがとうありがとうジェイアンと俺。高速で喜びをタイピングした。キーボードがぶっ壊れそうな勢いでしばらく発狂したばりに喜んでたら妹が兄ちゃんがついに狂ったと母親を呼びに行ったので慌てて静止した。ひとしきり喜んだ後に俺は聞いた。んで、なんでバイトすることにしたの？負担かけたくなくて。ああ、そういうこと。あれ、ちょっと待って、僕もニートなんだよ。しかもバイトもしてないんだよ。待て、まずいんじゃないか、これはまずいんじゃないか。言うべきか、言わざるべきか。が、とりあえず言うことにした後々バレると厄介そうだし。ごめん、今俺も絶賛ニートなんだ。ほへ？おおっと、これは一騎選手実にカッコ悪い。ニートの状態では付き合えないとバイトを決めてきたリコタンに対し、親のすねかじってるニートの分際で堂々と交際を申し込んだ一騎選手、非常にカッコ悪い。だが我らがリコタンは、身も心も大天使だった。いや、なんかごめん。バイトはしてね。なんとかなった、すげえ一瞬、を覚悟した。こうして俺たちは付き合えることになった。俺はこの時嬉しすぎたのか翌日熱を出して寝込んだ。アドレスはその場で教えてもらった。告白の返事にしてもそうだけどここで話すことじゃないよねと言っていた。まあ俺ららしくていいと思うと返答したら笑ってた。と、これが数年前のことである。そっからまあいろいろあった。リコがバイト先のドキュンに襲われそうになって情緒不安定になったり、俺がリコの目の前で車に跳ね飛ばされたりと。何度か喧嘩もしたが今でもなんとか付き合ってる。ちなみにリコは就職した、スーツ姿に浴場した。後ろから胸ももうとして接近したら回し蹴りされた。俺はフリーターとニートを繰り返していたが最近ハローワークに通い出した。まあ目下検索中なわけだが、相変わらず俺はマシになったとはいえダメ人間らしい。イベント盛りだくさんなのに、はしょりすぎだよ。今回これを書いたのは FF14 がサービス開始したらまた二人でやりたいねって話をしてたから、その前に就職しろって怒られたがな。まあ得意な例で俺は超絶ラッキーだったんだと思うんだけど、こんなことになる可能性もあるんだぜ。お前らも頑張れよ。ネトゲ廃人の一致が可愛い彼女をゲットした体験談を聞いて、悔しがりつつ祝福するスレミン。その後も、インパクトがデカすぎる後日談の数々が一致から語られ、スレは大いに盛り上がる。交際から1年ほど経ったある夜、リコから泣きながら電話があり、バイト先のドキュンに無理やりキスをされたと打ち明けられる。一致は頭が真っ白になりつつ、努めて冷静に相談に乗る。店長とかに行ってみるべきでは。もともとやっぱりインドア体質でニートを親に責められて引きこもったリコは俺みたいにさほど心に耐久力があるわけじゃなかった。とはいえ放っていくわけにもな、放っておいたらエスカレートする可能性もあるし。今日バイトは？ある、けどシフトは別だから大丈夫だと思う。事情を話して休めば？今日人少ないから私いないと。大切なリコのピンチだというのに、気弱な一致にできることはバイト先の居酒屋まで送り迎えをすることくらい。無力感に苛まれながら、いつも通り FF にログインする一致。しょぼくれながら俺はリコの家で FF11 にログインした。姉子に話を聞いてもらおうと思った。ちなみに姉子は付き合ってることも知ってる。経緯を話すと。殴れ。いやいや。そういうバカには体でわからすんだよ。ふむふむ。いいか、まず髪の毛を思いっきり掴んでやれひるむから、その後隙を与えずに顔に膝なり拳なりを叩き込むんだよ。ほうほう。わかったら早くリコを助けてあげろ。わかりました。その後喧嘩のやり方を教えられた。姉子は一体何者なんだろうという疑問はもうすでに持たなかった。でリコを迎えに行く時間になった。しばらく店の前で待ってるとリコが出てきた。どうやった？何度か話しかけられたけど何もなかった。なら帰ろっか。うん？で、ちょっと歩いてると後ろから。リコちゃん。と慣れ慣れしくリコの本名を呼ぶのぶとい声が聞こえた。腕を掴んでたリコの手に力が入ったのでこいつかと直感した。確かまず髪の毛を思いっきり掴んで隙を与えず顔に膝や拳か。よし、やってやると俺は振り向いた。姉を、相手が坊主の場合はどうすればいいでしょう。ダメだ、息できない。後ろにはものすごいいかつい坊主がいた。ヒグマ？何これヒグマなの？ちなみに俺はリコにミーアキャットみたいだねってよく言われる。ミーアキャットがヒグマに勝てるの？しかもこのヒグマ坊主頭になんかアリの道みたいなのがあるんだけど、こめかみのあたりが側面にアリが通る道みたいなのが筒って。しかもなんかジグザグしてる。
あれ？そいつ誰？私の彼氏です。あ、マジでいたの？いや、何こいつ。さすがの俺もイラッとしてぐつぐつお腹が熱くなった。ヒグマが俺を見る。怖い、めっちゃ怖いわ。野生の戦いでは目をそらしたら負けなんだ。こう見えても俺は猫を3匹飼ってんだぞ。何か。ち。舌打ちした。用がないなら。一緒に飯食いに行こうよ。いや、いいです。おごるからさ。いいですってば。このヒグマ俺が見えてないの？夜なのにサングラスしてるから見えてないんじゃない？帰ろ。いや、お前には聞いてねえから。いいです、イッチくんが夜食作ってくれてるから。作ってないよ。今日は米すらセットしてないよ。じゃあそいつも一緒でいいよ。普通好きな子の彼氏を目の前でそいつ呼ばわりするか？こいつのお味噌スパゲッティモンスターなんじゃね？リコが不安そうにこっちを見てきた。明らかに俺に助けを求めていた。10分後。ガスト店員。いらっしゃいませ、3名様ですね。おい。吹いた。ヒグマドキュンの勢いに押され、ファミレスに流れ込んだ一期一行。一刻もこの場を立ち去りたい一期とリコをよそに、ヒグマは愚痴や武勇伝を延々と語り出す。ヒグマは何か客の悪口ばっかり言っていた。あとパチンコで最近勝ちまくるだの何だの。お前、絶対リコと付き合えるタイプじゃないから。ふとリコを見ると顔面蒼白？ちょっと震えてるし寒いんかな？と思ったがいやいやこれは明らかに。やばいな、どうしよう。ヒグマから見えないように手の上に手を重ねたらちょっと落ち着いたっぽかった。ヒグマはタバコを加えながらメニューを見ていた。つうか俺らの分もメニュー取れよ。リコはエビドリアかなんかを頼んだ。俺もドリアだった。一応言ってみた。ごちっす。は？ああ、やっぱり僕は自腹なんだね。恋がたきとしてイッチをロックオンしたヒグマは尋問を繰り広げ、リコにふさわしい男は自分だとアピールする。ヒグマの質問は続いた。今まで付き合ったことあるの？服のセンスないよね。俺マジでそっち系の人と知り合いだから。俺は何人と付き合った後か色々自慢も入るわけだよ、このヒグマ。服のセンスって俺はお前のセンスの方が信じられねえよ。チェックにチェックで全身チェック柄でなおかつ合ってねえよ。そして最も気にしたかった質問が来た。どこで知り合ったの？ああ、来たか。親とか友達にもどこで知り合ったん？って聞かれてネトゲでって言うと見ない反応をくれなかったよ。だから前から友達だったって言ってごまかすことが多かった。当時はネット上での恋愛に対する風当たりが強く、出会い系やオタクっぽいなど偏見で溢れていた。だが自身の趣味とリコとの出会いに誇りを持っていたイッチは、勇気を出してネトゲで出会ったことをカミングアウトする。想定外なことに、FF 経験者でネトゲに理解のあるヒグマは二人の出会い方をバカにすることもなく、拍子抜けするイッチとリコ。その後リコが食い終わったのを見計らって俺は手を取って即立ち上がった。ちょっと待ってよ。またない。そしたらリコがレシート取った。もう関わらないでください。うわぁ、かっけえ惚れる。声小さいけどグッジョブ。ヒグマがはぁとか言ってたけど気にしなかった。レジでリコがさっさと金を払って一緒に飛び出た。後ろからヒグマが追いかけてきたらどうしようと思ったが、なんか鼻くそほじりながら椅子に座ったままだった。家帰ってからガスト行くなよ。バカバカ。とリコに怒られた。怒った後リコは泣いた。ちなみに勇気を出したネトゲで出会ったよに関してはバカ正直すぎると言われた。ここまで何の役にも立っていない不甲斐ないイッチ。だがここでイッチの豊かな人脈とコミュ力が発揮される。高校時代のドキュンな同級生に連絡を取り、ヒグマの件を相談。同級生のさらにドキュンな先輩方に、ヒグマを締めてもらうよう依頼した。ドキュンの意を狩るイッチ、実に作詞である。翌日、リコはまだ若干体調が悪そうだったのにけなげにバイトに行った。一番過労、しそうなタイプだと不安になった。暇なのでリコがバイト行ってる間に腕立てやら腹筋やらやってみた。すぐやめた。自分の体力のなさが信じられなかった。迎えに行くとリコはなんか機嫌が良さそうだった。理由を聞くとヒグマの顔がボコボコになってたらしい。さらに全くリコに関わってこなくなったらしい。すげえ、顔知らないけど先輩マジすげえ。しかしヒグマがリコに残した傷口は想像以上に大きかった。この後身をもってそれを体験することになる。しばらくして俺がバイトから帰ってくると電気もついてなくて、あり、おかしいなぁと思ってると真っ暗な今でリコがうなだれてた。ボアサダコ？違うもん。びっくりした、どうしたの？落ち込んだ時は暗い方が落ち着くらしいから、リコまた何かあったのなと思った。いや俺もそういうたちだからわかったんだ。最近うまく男の人と話せない。いや、普通に話せてね。イッチはいいんだけど。
なんか知らない男の人とかうまく喋れない。インドア体質ではあるが人当たりはいいリコ。そういうあれで居酒屋バイトでもやっていけてたはずなんだがどうもおかしい、と思った。そしていつものようにボヘッと帰る。リコが待ってた、正座して。どうしたの？別れ話でもされるんですか？と思って冷や汗がだらーっと出てきた。ごめんね、バイト辞めちゃった。あ、そんだけ？え？びっくりしたな、別れ話かと思った。じゃ今度はリコがハイパーニートタイムか、休息は必要だもんな。うえ？え？そこ泣くとこ？ちが、う、ありは、ぐす、と。人生で3度あるかないかの胸キュン体験。ヒグマの一件で男性恐怖症になり、居酒屋のバイトを辞めてしまったリコ。ダメ人間なエッチもこの時ばかりはバイトに精を出し、リコのトラウマ克服策を考える。そして信頼のおけるエッチの男友達と遊ぶことで、リコの心の傷を癒そうと思いつく。とりあえずリコに聞いてみた。嫌なら別にいいんだよって。リコは頑張るって言った。というわけで信用のおける友達を捕まえることにした。とりあえず二人でいいかなと思い適当に連絡した。別に遊ぶことも彼女連れってのも受けしてくれた。事情を話すか話さないか迷った。結局話さなかったが。そして当日。俺は二次元の世界に行く方法を真剣に考えてる。大尉のご命令をあらばどこであろうと馳せさんじます。人選を誤ったと思った。エッチってこういう関係広いよね。俺も自分でそう思ったよ。仲いいな。俺もいつかあっちの世界で綾波とそうなるんだ。大尉はもう音ゲーやめたんですか。またあの必殺のフルコンボみたいです。リコの腕を掴む力が強くなった。確かに俺ですら若干恐怖を感じた。しかし怯えていたのはリコだけじゃなかった。この二人もおそらくリコに怯えていた。常に話しかけられるのは俺だけだった。逆にそれがリコが無理しすぎないベストな立ち位置を作ってくれた。友一友に。リコタンイッチが震えるほどの美少女だもんな。確かに秋葉系には眩しすぎたんだろうな。男性恐怖症のリコと、女性に対する免疫ゼロの限界オタク。作戦失敗かに思われた組み合わせだったが、ネガオタクなリコはゲーセンで友人 AB と意気投合。華麗に音ゲーでセッションするイッチたちにドン引きしつつ、リコは久々に心からの笑顔を見せていた。友一がいないと思ったら UFO キャッチャーに夢中になっていた。リコもやると言って UFO キャッチャーに近づいた。リコはめっちゃ上手くて大きな人形を2つぐらい取って喜んでいた。さすが大尉の彼女です。なんという。取れたよ。よかったな。どこでその技を習得したんだ？あ、友一が思いっきりリコに向かって話しかけた。大丈夫か？と思ったが意外にもリコは笑顔のまま。昔 UFO キャッチャー好きだったんです。と答えた。あれ、普通に話せてる？そう思ってリコに小声で言ってみた。あ、本当だ。無害なことにかけては天下一だもんね。人選した一致も、友人たちもグッジョブ。楽しそうで何よりだ。オタクたちの尽力で、リコは見事にヒグマのトラウマを克服したのだった。そして一致はこれが最後の話として、一致が車に轢かれたエピソードを語り始める。去年の春先ぐらいの時、俺はこの時はまたニートだった。リコはケーキ屋でバイトしてて期限切れのケーキをよく持って帰ってくれてた。で、ある日一緒に買い物して帰りだった。じゃんけんで負けた方が次の電信柱まで袋を持つという微笑ましいことをしながら帰っていた。で、交差点でリコがじゃんけんに負けた。俺は重いと文句を言うリコの先を歩きながらヘラヘラ笑って後ろ向きで歩いていた。何か眩しいなぁと思いながらその瞬間ものすごい衝撃が走って視界がグワーンって回転した。あら？と思った。地面、空、地面、空、あれどっちが上？痛みは感じなくて視界が真っ白にフェードアウトした。そのまま俺は意識を失った。信号無視の車に跳ね飛ばされたわけだった。そしてリコの方だが最初はまた体を張った寝たと、何が起こったのかわからなかったらしい。突然突っ込んできた車にぶつかられて、俺の体がゴムのようにボヨンボヨンと転がったらしい。呆然として何が起こったのかわからなかったらしくて、袋を投げ捨てて俺に近づいたらしい。普段の間抜けな寝顔と違ってぐったりしてる俺を見てどうしたらいいかわからず涙がボロボロこぼれてきたってさ。全身打撲に手足の骨折、意識不明という状態で救急搬送されたイッチ。手術は無事を得たものの脳へのダメージが深刻で、意識を取り戻すか未知数との診断結果にリコは泣き崩れる。朝になれば目を覚ますんじゃないかと信じてたらしいが、朝になっても俺は全然動かないで微動だにしていなかった。
父親も母親も仕事休んでおばあちゃんやらも来たらしい。この時リコの存在は俺の親族にほとんど知れ渡った。この時のことを聞くと、あの時ひどい顔だったから、うわぁ。と身もだえる。代わる代わる手を握ったりするも俺の手は力なくストンと落ちていくらしい。それが嫌でリコはずっと握っていたらしい。書いてたらちょっと胸が熱くなってきた。イッチのそばから片時も離れようとしないリコ。献身的なリコの姿にイッチの親族は感激し、誰もがイッチの回復を心から祈った。そして事故から5日目か。リコが手を握ったままうつらうつらしてたらいきなり俺の手に力が入った。びっくりして俺の顔を見ると目があったらしい。信じられないような嬉しすぎて不思議な感じでしばらく呆然としていたら、俺がいきなりに言って笑ったらしい。その瞬間、手をものすごい握られたらしく。痛い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 。その声で俺の母親も目を覚まして。リコちゃんどうしたの？イッチが起きたんです。見ると俺の目は開いていたがまだぼやーっとしていたらしい。そして母親からここまでの経緯を聞いた。ああ、なるほど。もしかしてずっとこんな感じだった？と、俺はリカを指さして言った。あんた本当にバカなダメ息子だけどこんないい子捕まえて。人聞きの悪い、あの日から5日か。リコ。グス、何？跳ねられる前に俺が話してたゲーム買った？買うわけないだろ。ですよね。ゲームの、ダメ人間。親族からは、早く結婚しろ。あんな子、普通ならお前が逆立ちしても届かない存在だぞ。ひ孫が見れるかねと言われる。ばあちゃんひ孫はまだ当分無理が。つうてもさすがにこのままじゃひもなので結婚するにしてもとりあえず仕事しないとなと思って俺は今ハローワークが良い。とりあえず PS3 が欲しい。リコが買ったやつはリコが優先で使えるから時間が被ると俺が使えないの。あ、でも Xbox360 は俺が買ったから俺優先。FF14 の発表で終局に向かっている FF11 だが姉子はまだいる。本当にあの人は謎だ。随分と長くなったけどこれで俺の昔話は終わり。結婚はリコとなら全然いいんだけど、ゲームできなくなるのはやだな。そんなダメ人間。ここだけの話、リコは最近姉子に似てきた気がする。なんつうかいろいろ豪快になってきた感じかな。お前らも幸せになれよ。割と人生なんとかなるもんだぜ。最後までクズ感の拭えない一致だったが、今度はネトゲ廃人だった俺の結婚式というスレで会おう。と言い残し、このスレは幕を閉じた。年中ハロワが良いのネトゲ廃人を見捨てないリコタンはまさしく天使であり、リコと出会えたことは一致の人生最大の幸運だ。いい話をありがとう。こんな出会いをいつかしたい。ちょっとネトゲ廃人になってくるわ。ボツでした。これからも仲良くねー。結婚式スレ楽しみにしてます。このスレ立てから約13年、2023年6月には FF16 が発売を予定している。ゲーム上のベストパートナーから夫婦となったイッチとリコが、今も仲良くゲームに興じていることを祈るばかりだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画の感想やネトゲでの体験した引きこもごもなエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。